アメリカ合衆国ニューハンプシャー州の北側、パンハンドル部の全体を占める軍である。2010年国勢調査で、の人口は33、055人であり、2000年の33,111人から0.2%減少した。軍庁所在地はランカスター町であり、同軍で人口最大の都市はバーリン市である。名はニオンセの言葉なので、 文音符号を間に入れて表示されることもあり、特にランカスターが、本拠の習慣紙、ザコーアスカウンティデモクラットや、軍が所有する自動車に見られる。軍内には、州の観光地2つが入っている。軍の最南部には、ホワイト山地地域の一部があり、ワシントン山がある。もう一つは、クレートノース森林地帯と呼ばれている。 コーアス軍はその面積で州内最大だが人口は州内最小である。2000年から2010年の国勢調査の間に人口が減少したことでは州内唯一の群である。主要産業は林業と観光業である。かつては製紙業が盛んだったが急速に衰退した。コーアス軍はバーリン小都市験に属している。 カナダのケベックシティからはほぼ真南にあり、ケベック州、すなわちカナダ・アメリカ合衆国国境に接している、州内唯一の軍である。コーアス軍は1803年12月24日に、グラフトン軍の北部が分離して設立され、バーリンで組織が作られた。ただし、軍庁所在地は後に、ランカスターに移され、さらにコールブルックも、軍庁所在地となった。 コーアスという軍名はアルゴンキン語で小さな松を意味する言葉から派生している。アメリカ独立戦争の時、軍内から大陸軍のためにベデル連隊とウィットコム連隊の2体を立ち上げた。1783年パリ条約から1835年まで軍北端の境界線はローワーカナダとの論争の対象となっていた。この地域の住民が インディアンストリーム共和国を作って独立したこともあった。1810年の国勢調査では人口3991人であり、1870年には15000人近くになっていたが、この時点の全軍の価値は500万ベドルを下回り、1エーカーあたりの農業生産高は当時のイリノイ州と同じくらいだった。 初期の産業は他に林業と製造業があり、1870年には水力で4450馬力を生み出していた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1831平方マイルであり、このうち陸地1800平方マイル、水域は31平方マイルで、水域率は1.70%である。 軍内の山岳地の大半は、国有林、元気寺、州立公園など公共地域として保存されている。プレジデンシャル山地の名前があるミネミネなど、ホワイト山地北部の多くが広がっている。軍内最高峰のワシントン山は、アメリカ合衆国北東部でも最高峰である。全長162マイルのコホストレールは、軍の全長にわたって伸びている。軍内の主要道は、 メイン州教にほぼ並行して走るニューハンプシャー州道16号線と、クレートノース森林地帯を横切る道26号線がある。26号線は、バーモント州道102号線が州内で26号線となり、メイン州ポートランドに向かう。アメリカ国道も2本あり、アメリカ国道2号線は、ランカスターからメイン州オックスフォード郡に向かい、ほぼ郡を南北に2分する。 アメリカ国道3号線は南部のキャロルからカナダ国境のピッツバーグに向かい、ケベック州チャーティアビルからケベック州道257号線となる。プレジデンシャル産地以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コーアス郡の区分図、首都、町はその記録を保管し、未編入領域は記録を保管していないしニューハンプシャー州ではロケーション、 グラント、タウンシップ、パーチェイスが未編入領域である。町や市に属していない。自治権はあるとしても限られている。ラジオ局は、AM 局が3局、FM 局が8局あり、公共ラジオなどが放送されている。テレビは、ピッツバーグに1局、バーリンに1局がある。ケーブルテレビも数局ある。隣接するグラフトン郡フランコニアに住んだことのある。 詩人ロバート・フロストがコーアスの魔女という詩を書いた。ジョン・アービングの小説、あの川のほとりでの舞台はコーアス軍である。ツイステッド・リバーは軍内の製材庁である。ありがとうございます。